今国会でどんなことが話し合われていて、自分にどのぐらい関係あるのかっていうのを見れなければいけないんです。どのくらい物価が上がっていくのか明確に伝えていかなければならない。災害に耐えうる暮らし方っていうのは何なのか、直下型が来た時に果たして国民の皆様の命が守れるか、少子化をどうやって真剣に変えていくか、私は出産費用を無償化にしたいです。女性が一人でも子育てができる、そういう国にしたいです。どうやったら皆さんの不安や不満を把握できるかといえば、100センチの視点、これは子どもの100センチと車椅子の目線なんですね。100センチの目線で自分がしゃがんでみて、その人の訴えを聞かなければいけないと私は思っています。新しい社会に沿った新しい政治を、維新はやる、次の時代を作る。皆さんこんにちは、新しい国会タックルのスタートでございます。これまで6年間毎週月曜日夜8時からお送りしておりますという形で、石井光子の国会タックルという感じでやってたんですけれども、おかげさまをもちまして2期目の当選を果たすことができました。7万票以上の票を獲得することができまして、皆様のおかげといいますか大変お世話になりました。で、YouTube の放送もですね、これから新しい形に変えていってみようかなと思っています。改めて自分の自己紹介なんかしてみたいと思うんですが、私は、日本維新の会所属の全国比例代表の参議院議員の石井光子、保健学博士で保健師で看護師です。ヘルスケアカウンセラーとして病院で働いてもきました。以前女優やキャスター、そして同時通訳という仕事もしていたことがあります。なんてね、初めて見る方もいらっしゃるんじゃないかと思ってこのように話しておりますが、実は今日が、2022年の参議院選挙が終わって初めての国会でございました。おはようございます。本会議場で議長や副議長が選出されたりというセレモニーみたいなものなんですけれども、そこで新しい、役員などが選出されてきます。で、私は東京維新の会の代表代行、つまり代表の次というポジションにおりまして、今回の参議院選挙でも東京選挙区という選挙区があるんですね。そこで、公認された候補を応援していたと同時に、自分も全国区で選挙に出て走り回っていたという大変、タイトなスケジュールで動いていたんですが、残念ながら全体の中でですね、女性の議員が選ばれてきたのは私と大阪選挙区で、まあ、やっぱり現職だった高木かおりさん、この方が再選されてきました。で、私も全国比例で再選されてきました。高木さんも非常にいい成績、まあ、大阪選挙区ではトップ当選で、私も8時の NHK の開票と同時に、まあ、15分よりちょっと前ぐらいに当確が出るっていうぐらいいい成績を収めることができたんですが、しかしながら私がここに書きましたような、来たれ女の政治ということになりますと、今回の参議院選挙で当選したのは他は松野明美さんというオリンピックのマラソンランナーだった方一人だけです。彼女は県会議員も経験しておりますから、決して政治の素人ではないわけなんですが、いかに、まあ難しいかですね。女性が国会議員になってくることが。衆議院議員としては4人女性がいますが、いずれも大阪選挙区ではないんですね。大阪から、日本維新の会は大阪が発祥の地ですけれども、大阪以外のところから女性4人が当選してきて、いずれも比例復活という形なんです。
参議院では前回の3年前の参議院選挙で、やはり大阪選挙区から女性の議員、梅村みずほさんという方が当選してます。ということは4人しかいないわけですね。今回の選挙で参議院議員は日本維新の会21人になりました。ですから、法案が、予算が関係している法案も提出することができるということで、人数の力を発揮することはできるんですけれども、やはり、いくら、たくさん女性を立候補させたとしても、当選できなければダメなんだなという、これをね、もう本当に痛感しております。まあ、そういった意味で、私ちょっと整理してみましたら、まあ、1期目6年間でですね、環境、厚労、法務、決算、予算、農水、東日本、復興特、ODA、厚労っていう、まあ、9つぐらいのところをこう行ったり来たりしたわけなんですけれども、まあ、今回からはですね、国土交通という、まあ、日本のインフラを考えるという委員会に指名されまして、で、その他は、やっぱり参議院は決算の参議院と言われておりますので、決算委員会になることになりました。で、国土交通省の方では理事をすることになりましたので、結構重たい職になると思うんですね。こういった中で、やはり私どもがこの参議院選挙で何を訴えてきたか。私は汚い女の政治を訴えてまいりました。例えば、保健所の所長が、保健師の女性でないのがおかしいではないかというようなことを訴えてきました。社会の大切なことを決める決定の場に、多くの女性の意見が反映されない仕組みというのはおかしいんじゃないかと。だから仕組みですよ。仕組みというのは、やはり、保健所のトップが予算を決めて予算権があり、それを執行する権利があるというのが、女性の保健師がトップに立つということで、保健所というのが作られていけば、地域の包括ケアだとか、あるいは今回のワクチンでありますとかですね、コロナのパニック状態なんていうのもですね、もう少し、まあ、筋道の通ったやり方でできるんではないかと。いつまでもその保健所の所長は医師でなければいけない。しかも男性が多いっていうと、もう医師会の言う通りにしか動かない。うんね、私は保健学博士でもありますので、そういうところから、来たれ女性の女の政治というのを掲げて、まあ、これから6年間やっていこうと思っています。もう一つ維新はですね、男女に関係なく、教育の完全無償化を今度の参議院選挙で訴えてきました。それと出産費用の負担金ゼロというのも訴えてきました。これ両方とも子育てのしやすい街づくりとか、子育てがしやすい、家庭とか地域の環境づくりっていうのことを、まあ、男女の候補者が言ってるんですが、いかにもボワーっとしてるんですね。そうなればいいなって、そうなればいいなじゃダメなんですね。子育てがしやすいとか、安心して、子供を産み育てるなんていうのは口ばっかりじゃなくて、それどういうことか。子供を出産したり育てるときにお金がかからないってことじゃないですか。ズバリね。ズバリ。経済。だここを、公のお金でどこまで、保障することができるのかってことを法律で決めていける。もっと言えば憲法で、教育費の無償化を保障できたら、政権がどこの政権に変わろうと、この国で生まれたら、せめて高校、大学ぐらいまで無償で、学校に行けると。子供が生まれたら無償で学校に行ける。子供が生まれる費用も出産費用も無償でいいのだと思ったら、お母さんたちももう少し子供を預けて働こうという気持ちになるんじゃないかと。この国が女性一人でも子供を育てていけるような国になる。もちろん男女のペアでもそうでないペアでも子供を育んでいくことができやすい社会にしていこう。これ維新の統一見解なんですね。で、その他にも、憲法改正でありますとか、まあ原子力発電所の再稼働と、そういうことも訴えてきました。で、今は岸田さんが総理で、最近もですね、まあ今日ですけれども、まあ各
拡散防止条約についてですね、核兵器のない世界を長いことかかっても目指していくんだというようなことを岸田総理ははっきりおっしゃってますけれども、まあ、それが核兵器がない世界が、果たしてできるのかどうか、今もうちょっと逆に言ってるような、やっぱ核兵器を持っていなければ抑止力がないんだっていう考え方も強くありますので、まあ単純にそういうことを訴えていくのが保守的で右翼だとかという時代はもう昭和の時代で私は古いと思うんですね。この国を守っていくのはまず食料であったり国土の強靭化であったり、皆さんが何かあった時のシェルターのような避難先だったりってことももう少し考えていかなければならないんじゃないかと、まあ、長くなりましたけれども、これから の私の国会タックルは、このように自分の意見を前に前に出しながら、特にはゲストを呼んで、しかも時間も短縮して短く、で、今日国会であったこと、こんなことがあった、あんなことがあったということを、毎回伝えられるように、ショートバージョンだったり、スタジオバージョンだったりというふうに、バラエティに富んだ形にやっていきたいと思っています。ですね、今もう8月に入りました。この8月に日本維新の会の代表が松井一郎さんから誰かに変わります。これは誰になるかわからない。今のところ馬場、信行さん、東徹さん、足立康さん、そして梅村瑞穂さんと、この4人の方が、立候補されるということになっています。まだ他にも出てくる方がいらっしゃるかもしれません。日本維新の会にとっては大きなことだと思います。まだ本当に誰になるかわかりません。私も一票を持っておりますので、多くの方が、日本維新の場合はですね、特別党員も一般党員も同じ一票ですのでですね、これは面白い選挙になるんじゃないかと思っています。これからも、新しい石井瑞子の国会タックルをよろしくお願い申し上げます。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。ご会チャコー。